では渡辺久信監督です今夜のゲームのポイントはどこだったんでしょうかうーんまああのー、序盤にね本当あのー、いい形で、えー、点が取れたっていうのも一つありますしまあ、初回ね捉えた後にまあ、味方がすぐ同点に追いついたんでねまあまあここから仕切り直しという形で、えー、まあその後ね、えー、非常にいい攻撃ができてね、えー、追加点取れて まあ岸もね、あのーまあのま障害の一点で、えー、しっかり、えー、自分の役割っていうかね、えー、仕事もしたいしっかりしてこれだと思います岸投手は、その点をもらった次のイニングで、しっかりと抑えてましたね。 まああのー、まあ基本なんでね、ねやっぱり、あのー、その流れを相手に渡さないためにもね、ねやっぱりしっかりその、はい、点取った後っていうのはね、ねやっぱピッチャーとしては抑えていかないといけないの,、まあ、その辺その辺はね、あのー、岸が、まあ今年ね、えー、非常に、えー、状態がいいですし、えー、まあ彼本来のピッチングをしてくれた、はい、中村剛也の勢いが全く止まりません、なんか交流戦前の不振が、本当に嘘のように思えてくるんですが、はい、いかがでしょうか。うんあのー まあ非常にあのストライクゾーンを広げずにねしっかり甘い球が待てる状態になってきたというか、まあ、誘い球、ボール球とかでもねしっかり見極めができているんでね、まあ、あとはこう甘く入ってたも一発で仕留められるかどうかというところで、まあ、今、本当あの本来の彼のバッティングになってきてきいると思います左膝に不安を抱えているのが嘘のようにも思えるんですがいかがでしょうか。まああの まあ、MRI も取ってもらって、はいえー、別に異常もないということですしほっとしています。はい <laughs> キャプテン栗山も左の太ももを少し痛めているようですけれども、攻撃的なフィールディングを見せていましたねねそうです、ね、あの非常に、まあ、ベストのコンディションではない選手が、まあ、ちらほらいるんですけど、まあ、そういう選手もね、やっぱり、えー、なんとかこう勝とうという、そういう気持ちも出てますし、はい、あの非常にあのいい仕事をしてくれたと思います 1>,、はい、1番片岡から9番上本まで、3試合続けて同じオーダーですけれども、この3試合で19点も取っているというのは素晴らしいですね。 やっぱり甲斐、あのー、が、ねえー、機能しているというのもそこからチャンスメイクしてあの上位につながっていくというのもあると思うし、まあ、非常に、あのー、上位もまんべんなくいい状態ではあるので、まあ、あとはもう後ろのピッチャーですね明日もナイスゲームを期待しております、はい、頑張ります。